よいしょ。ちょっと待って。よいしょ、できた。ドコモの障害、ドコモの障害、関係ない関係ない。おはよう。すっぴんですか。そうなんです、髪が伸びてる。太った、こうなりたい。大悟のチャーンって前髪になっちゃった。あれか。顔色が悪く見えます。多分メイクしてないからじゃない。朝ごはん食べてないからちょっと今から食べます。お腹空いちゃった。今起きたの10時ぐらいに起きました。メールまだ届いてない。送ったは送りました。うどんにする、うどんにするか。何の気分がね今。あ、朝から牛タン。準備配信でもない。パネル申し込み、あ、パネル申し込み、待って、13時まで今日の。メール送っとこうかな、それの。パネル申し込む人今日までだって。そうなん？そうなん？戻ります。今日いいお知らせがあるのかな。あるの、あるよ。夜ね、月筆メッセージ付き。あ、そうそう、書くよ。あれ、パネルの特典、特典、パネルにつくやつ。
ちゃんと寝れてるか、寝れてるのかな。もう生活リズムがねゴミクソだから知らせがあるみたいだよ。ぜひ並べのやつ。夜更かししたのつっても言って3時ぐらいよ。いつもと一緒。もうほぼ半年以上ずっと3時4時に寝てる。3時になったら次の日のギルバトが何時からか分かるんですよ、ドライブの。だからそれを確認してその時間に、なんか次の日が昼から仕事だったらとりあえずでもそのギルバトの時間には起きようみたいなとか、そっからかな習慣がついちゃったの。金バイトだから僕もゴミクズで。そんなことないよ、そんなことないよ。夜勤でバイトしてる人が偉い。私は別に夜勤でもなんでもないんで、その分働く方がいいね絶対。え、これ全体のパネル今日までなんですか。顔色悪い。確かにお化けありがとう。今日までなんですか。何時まで。パーネルの。やばい、誰も答えてくれない今日の何時まで。お化けありがとう。13時ありがとう。ヘタレタジ。さささ送った。これでスクメール撮ってる人は全員写真パネルを申し込むことでしょう。そんなことないか。だね、めっちゃ朝寒い、びっくりした。そろそろ毛布出そうかな。毛布出した。もう毛布1年中出しちゃってる。毛布はしまうけど掛け布団はしまうタイミング 見失うよね。前髪の調子はもう絶不調です。東北は寒そう。2つはまだかな、さすがに。タコ、おしゃれな服。そう、あの夜のさ、何、四国の生配信のためにさ服選んでたよ。
でも多分上しか映んないよね多分。だけどだからもうこれでいいかなって。下はもうズボンで。とか言って下も映ったらどうしよう。あ、その時はその時か。下プージャーでいっか。下はプージャーで。下プージャーでいこうか。やばいな、映ったらどうしよう。今日寝癖やばかった。もういいや。メイクしようか迷う。夏美ちゃん今から仕事行ってメイクしなきゃいけないから今やっとこうかな。めっちゃ髪伸びました。とりあえずお腹空いたから食べるね。なんかとりあえずうどん。こんにちは。まだ空いてます。こんにちは。お昼だし、近隣の人いないかなと思って。夜はね、窓開けてショールームやるとね、もうやるけど最近結構ショールームやるとうるさいかなとか思うけど、まあ、昼はいいっしょ。
めっちゃ今モンパチ聞きたい。ほーら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいる。これ合唱コンクールで歌ったんだよね。合唱コンクールでこんな J-POP あるんかって思ったもん。ふくちゃんのアバターが当たらない。あ、そうじゃん。みんな今日からなんかなんだっけ、ギフトを投げたポイントに応じてなんかまたあのアバターガチャがあるよ。そういや、そういや、前髪切ろう。そう、 ST は今日だけ？マジ？だってそうなん、え、そうなの？なんか前はさ1週間ぐらいさあったよね。変わった。あ、そうなんだ。確かに前は異常に長かった感はあった。うどんチンしたけどめっちゃ放置してる。朝は肉うどんの素もあるし、かき揚げうどんの素もあるし、あれもある、天揚げ、お揚げもある。だからあしを卵を落としてその上に天ぷら置いて卵とじみたいにしよう。全然変わってない。結構切ったよ今。違う、髪も顔も1ミリで変わるからちょっとうどんしてくるけん。
揚げにするわ。今日の具はこれと天かすと卵と揚げ。よし、で、じゃん、うどんぶりの正しい使い方。よいしょ。スキニー珍しい。スキニー多分めっちゃ履いてるんだけど、スキニーの写真もあげないし、スキニーを履いてる様子を多分みんなに見せてないだけだと思う。ジャージの次によく履くけどね。汁が飛んだ。君がスキニー。今日はじゃあスキニーで配信に出るね、夜。足をつるか知らんけど、さあ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 、ありがとう。お揚げの匂いがします。卵、ちゃんのアバター出たよ。あ、あ、いいね。いいね、いいね、いいね。かわいいじゃん。何してんだそれ。雪？魚持ってんのかな？めっちゃいいじゃん。かわいい、かわいい。いいね。札明かり。ゲットしてください、皆さん、ぜひ。月見うどんです。揚げ、卵、天かす、秋だね。よし、写真撮ろう。うどんぶりの正しい使い方してんの珍しいから写真撮ろう。よし、いただきます。朝昼ご飯。ネギはない。当たんない。でも STM メンバーなんか何十人かいるけど、いるから、あれおすすめ、めんどくさいっていうか、なんか難しいけど、逆に考えると何十分の1かでは絶対当たるっていう。いただきます。こぼしそう。豪華でしょ、いつもより。揚げが入るだけで。私が出たのがラスト2人、それはやばい。
まあ、一口前後って何？そのアバターガチャってさ、そのギフト投げて、でその自分が何回ガチャできたかって分かるの？どうやったらなんかどういうガチャなの？いちいち自分で確認する感じ？あのプロフィールラインってアバター見る、うん、なるほど。それもありがとう。自動なんだ。つねつきみうどんです。卵の扱いむず。えい、靴下。この崩した卵はなるべく口に入れたいよね。手が重い。さあ、天かすの最後までさ食べたいよね。ごちそうさまー。よいしょ。
上がり出ました。 おめでとう。うまかったですね。トンボだ。グググシ、玉のリス、トングリス、ありがとう。リスマニア。アカリン可愛いと思う。えへへ。うちのゲームのハート投げるの珍しいね。うちのルームそれあんま飛ばない。モミジ。高松で行った方がいい場所どこだろう。あ、でも私とアンナちゃんとクーカのなんか3人で詐欺に引っかからないぞみたいなポスターどっかに貼ってあるからそれ探して。私も見つけたことないけど香川で。あれどこに貼ってんだろう。たまにファンの人が月に1回ぐらい写メ送ってくれるんだけど、ツイッターとかであったよみたいな。私自分で 見たことないんだよね。でも警察のやつだから警察とかにも貼ってんのかもしれないけど、わかんない。あれどこに貼ってんだろう。高松駅すぐのミニストップのレジに貼ってあった。お、だってじゃあ高松駅に着いたらミニストップに、いやすぐ見つけられるからミニストップのレジ横に行って香川限定のポスター見てきて。あれね、公式の告知もないし私もあれの画像持ってないからどんなのかあんま分かってないし、あれね知らないと思う誰もさらっと貼ってあるんだよ。あ、銀行にもある。あれ公式さんやってほしいよね。そしたら香川の人見に行けるのにね。県外からわざわざ行かないかもしれないけど、私もちょっとあんまりどんなやつか分かってないんですけど、なんか詐欺に負けないぞみたいな。あ、そう、電話を切るみたいな。そう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 、初耳でしょ。そうなのよ。香川限定です。しかもそれが結構漏れてるんですよ私的に。だからぜひ見てください。コスモスだ。レアポスターです。香川県警のホームページになった。え、マジ？見よ。香川県警なんて調べたの。香川県警 STU48 でいいのかな。画像、あ、これか。
これ結構ねちゃんとしたポスターなんですよ、あの公的機関が絡んでるから。あんちゃんが電話を、空が切る、私が詐欺を切る、実はこういうポスターがあったのだ。警察の、これ本当の警察の服、コスプレじゃなくて本当の警察の偉い人の服をお借りして、あの来たんですよ。かっこいいよね、こんなのが香川県にあって見たらラッキーって感じ。で香川の人はよかったら見てください。ちょっと目にクリーム塗ろう。カサカサ、よいしょ。めっちゃ言うとご利益あるのかな、どうなんだろう、まあ、福田だから福は届くし、詐欺に負けない心もゲットできるじゃない。こんな小春日和の穏やかな日はあなたの優しさが染みてくる、明日とつぐ私に苦労はしても払い話に時が変えるよ、心配いらないと笑った。よっ、ツヤツヤなった。いや私警察になりたかった時期あったんですよね。高校生ぐらいの時になんか自分の進路、自分のやりたいことがなんかなくて、進路とかどうしようって思ってたんですよ。その時はアイドルになるとか思ってなかったから、なりたいと思ってたけど、まあアイドルになるんだったら東京行かなきゃいけないし、でもなんか東京行ったりする気持ちはなかったから、まあ普通にどういう人生を歩もうかなと思ったんですよ。でそこで、まあ、いろんな職業を考えたけど、ちょっと警察になりたい時期もありました。白バイ隊員、いやあんまり体力使いたくない、あのでも警察の学校とかって結構筋トレとかめっちゃ厳しいって聞いて、でその私運動とかあんまだからは無理だなと思って諦めた。うどん警察だよね。そう、あとなんか結構体育会系のノリって聞いて、あ、ついていける自信がないと思って、私絶対体力ないから、体力はあるけどその筋力がないからそう腹筋もできないから、腹筋100回が条件だからちょっと諦めました。でもね結構その事件とかなんかのレポルタージュとかを読むのが好きだったから
そう、家庭裁判所調査官になりたかったんですよ、ずっと高校生の時は。3年間ずっと、まあ、あれって国家資格だし、国家試験みたいな受けなきゃいけないし、まあまあ頭良くないと無理なんですよね。だからアイドルになってなくても無理だったと思う。そう、火災の人になりたかったんですよ。もう今、何歳まで受けられるんだろう、火災の。難易度難しい。だって合格率 14.5% 引率で、大卒だと 12.1%。 めっちゃむずいじゃん、めっちゃむずいじゃん。就職は各家庭裁判所、高等裁判所、非行少年事件や家庭紛争事件等に関して調査を行ったり、少年の講習指導、警察試験観察や調停を出席を行います。これがめっちゃやりたかったんですよね。だけど、そう、大学行かなきゃいけないね、難しそう。これ何歳まで受けられるんだろう。30歳までだ。きつ。だから私が今から受け始めても8年か、8年以内に受からなきゃいけない。絶対無理だ。なんか年齢を重ねるたびにさ、自分の選択肢なくなっていくよね。狭き門。火災の試験に受かったアイドルおもろくない？おもろいよね。そっか、大学も卒業しなきゃいけないから、今22で、あと4年大学行ったとして26から、4回しか猶予ないの。やば、絶対無理だ。火災で働きたいな。アイドル公務員、新しいね。ダメそう。一般企業なら私もさささささ。アーツありがとう。公務員兼業禁止。あー、ダメだ。秒でバレる。名前検索したら終わり。家庭菜園でこらえてください。火災違い。腰が痛いときはストレスをなくして。採用試験は人物が重視されるみたい。人物、アイドル大丈夫かな。ふざけた職業だと思われてそう。どうだろう。結構真面目にやってるんだけど。秒でバレるだね。いや無理無理、脳みそが追いついてない。クイゴー、アイドルは小規模で生き様、かっけー、それはかっけー。うどん屋働きたい。めっちゃ食品関係の仕事一回してみたいんですよね。
食品関係とかその飲食店、うどん屋とかめっちゃ働いてみたいです。アイドルうどん屋しようかな。店長ではないかな、バイトでアルバイトとして雇ってくれるところがあればだけど。ホール、キッチン、どっちも向いてなさそう。私ホールかな。でもに帰ってくるのどうだろうね、分かんない。自分の人生のことは全然まだ考えてない。もう今 STU を頑張ることしか考えてないからな。もっと売店行けみたいなラーメン屋さん、あーなんか揉めてるやつニュースで見た。すごいなーラーメン屋さんとかさ。でも半年続けるのも大変だと思うわ。すごい飲食って絶対流行っててもしんどいと思うんですよね。だから続けれる人尊敬するわ。うさぎ屋の店内に猫カフェはやばいでしょ。衛生面ガバガバ。慣れれば大丈夫そうなの。ラーメン屋は1年で3割畳んでる。え、逆に3割しか潰れないんだ1年で。私8割ぐらい潰れてるイメージだったわ。ラーメン屋とかってそんなに続くんだ。7割が続くってすごくない？でもやっぱ5年後にあるかないかって考えたらないよね、多分半分以上。なんか私推しラーメン屋とかあったら大人じゃないですか。推しのラーメン屋さんを作りたいんですよね。大人場じゃない、なんかそういうの。なんかそのチェーン店とかでもなく、あの雑誌に載ってるようなうどんラーメン屋じゃなくて、もう自分のなんだろうな、もう行きつけみたいな、自分の穴場を知ってる、街の穴場を知ってる感じで、自分の推しのラーメン屋さんがあるとちょっと大人だなって思うんですよ。今ないから作りたいんですよね。隠れ家的定食屋さん。え、昨日定食屋さん行ったの、昼にレッスン終わった後。そしたら2時21分ぐらいに行ったんですよ、定食屋さんにね。そしたら2時半までだったから食べれなかった。ダメか、9分じゃ無理か。私のポテンシャルがあれば9分で食べれるけど、作って食べるっていうのは無理か。
町の定食屋さん好き。もう定食屋さんで安いとこ探したいんですよね。なんか1000円以上使いたくないじゃないですか、一食に。だから、うん。だ。なんかまあ、ワンコイン、お、あよくば。まあ、高くても780円ぐらいで食べれる。そんなに量はなくていいんですよ。白飯も別にいらないから、その具だけでいいんですよ、私的には。だからちょっと安くある定食屋さんを探してるんだよね。確かに大学の学食とかあったら最高だね。近くに大学とかあんまない。広島に来てからさ、大学っていうものを見たことがないんだけど。香川はなんか香川大学が街中にあるんですよ、めっちゃ街中ドーンって。だからなんか大学っていうものが身近だったけど、広島に来てから大学っていうものを見たことがなくて、一回も。ある？あるんか。でも私ね、高1ぐらいの時にオープンキャンパスに行ったの、広島大学の。でもそれは東広島の方だったから、そう、今私がメインで住んでる場所じゃないんですよ。探せばあるんだろうけど、私のこの町の探索が甘いから大学を探せてない。大学いっぱいあるんか。アンガールズの広島大学、え、アンガールズさんって広大なの？クソ頭いいじゃん、強っ、すごいなぁ。こちら来てたのか、来てたよ。バスに乗って香川から広島まで行って、ちょうど広島駅が、今も改修工事してるけど、広島駅が前の改修工事やってる時だったから、なんか広島の駅って工事してるんだってイメージしちゃった。田中が広大、山根が修道、あ、そうなんだ。修道って聞いたことある。すごいな。でもこ国公立行ってる人ってさ、ちゃんとセンター試験受けてるからさ、5教科7科目ちゃんとやってる人じゃないですか。だからさ、ほんまに尊敬する。ちゃんと努力をできる人なんだなって思う。12時ぐらいになったら終わろう。あと20分弱。12時ぐらいになったら終わります。今日しかもらえないのか。フューチャーグループオンライブで私しかいないの受けるんだけど。 STU でこんなことないよ。 STU って常に誰かがショールームをやってるイメージだけど、私だけか。今各グループの、あ、本当だ。前回好評だったアバターガチャ企画を開催。フューチャー日に対象グループのルームで合計500ポイント分のギフティングをするごとに、所属メンバーの名前入りアバターをランダムでゲットだって。で、 STU デーが今日なんだ。
あ、本当だ。フューチャー日のグループ以外のグループのアバターは期間中獲得できません。はははあ、ほんでこれがもらえるわけだ。へえ、そうなんだ。前はさ、なんか STU デーじゃなくてもさ、何デーでもよかったよね。その1週間あって AKB グループデーが1週間全部できてたじゃん。だけどSTU デーだけなんだね。知らなかった。みんなほんとちゃんと読むよね、細かいとこまで。3つをみんなに勉強させてもらってます。ありがとうございます。今回は今日のみそういうことね。説明書読まないタイプじゃないはずなんだけどな。説明書読んだ上で適当にやるタイプ。あー、了解。まあこれには従いませんけどってやるタイプかな。説明書読んで、うわめんどくさー、こんなに工程踏まなきゃいけないの、もういいやノリでやっちゃえっていうタイプです。意味ない。一番タッチ悪いってやつね。ゲームのチュートリアル飛ばす。久々にふくちゃん返してくれた、やったー、嬉しい。わかる。でもこういう人意外と多いと思うんだけどね。従えよ、それな。疲れんこん。大体なんとかなるよ。てかもうショールームで聞けば大体なんとかなるけん、説明書通りとか料理もレシピ通りにやんなくても、なんかショールームでこれやばっ、ミスった、どうしたらいいって言ったら大体皆さんが教えてくれるから。今のところ困ってないです。大丈夫。ショールームが何よりも早い。ググるより説明書読むよりショールームで聞くのが早いから。すごい、みんな有識者が多いから、どっかしらの専門家がいるんですよ。みんな何屋さんですか。私は何屋さんだろう、何屋さんってむずいの。アイドルは何屋さん、笑顔屋さん、笑顔屋さんなんですけど、皆さんは何屋さんですか。多分みんないろんな何屋さんがいる。サービス屋さん、 SE 屋さん、科学医療、半導体屋さん、職人屋さん、 IT 屋さん、カーナビ屋さん、介護屋さん、プログラム屋さん、応援屋さん、癒し屋さん、私薬屋さん、 IT 屋さん、会計屋さん、プさん、ん宅屋さん、野球屋さん、テレ屋さん、土建屋さん、よろず屋さん、勉強屋さん、研究屋さん、小鳥屋さん、こんにちは、ピザ屋さん、富士さん、あ、謝罪屋さん、大事大事。いろんな人がいるじゃん、ショールーム。若干違うの混ざってるけどね。メンテ屋さん。だからみんないろんな人がいるから、大体解決する世の中がショールームで。
ありがとう、お母さんお父さん。コングラチュレーションってこと？7000人よれば文殊の知恵、もう文殊の知恵通り越してなんかね、自分の正義をみんなが振りかざしてすごいなんか地獄絵図になりそう。7000人も集まっちゃった。これ累計だからリアルタイムで見てるので何人ぐらいなんだろう。1時間ぐらいやって7000人だから何人ぐらいなんだろうな。100人見てたらいい方なのかな、分かんないや。いや普通にウィキよ、私専用ウィキができてる今ここ。コメント、あ、そう、先導ワークしてってやつね。1752人です。なんでわかんの、え、わかるの。1752人も見られてるつもりで配信してないんだけど、100人もいないだろうと思って配信してるんだけど、え、待って1752人も今見てんの、なんで、え、意味わかんない。え、どういうこと？え、緊張してきた。え、だってさ、え、東京ドームシティホール埋まるくない？ 2000 だよね、あれキャパ。キャパ2000だから、東京ドームシティホールで、で、関係者200人ぐらい入れたら埋まる。え、待って、怖っ。やばい、どうしよう。緊張してきた。すっぴんやめればよかった。うわー、化粧すればよかった。待って、やばい、緊張してきたわ。点呼しよう。じゃあ番号1752がまで行くまでやめろこれ。関係者200人はすごい。もう友達こら、はい、飛ぶな、おい、鳥取ろうとすんな。50までは見えないんじゃ、確かに。51からか。51。お、冷静やな。7401がなんで被るの？怖っ。同棲してるでしょ。同棲すんな、勝手に。1843はないけん。1752やけん。おもろ。だ、好き勝手言い出した、好き勝手言い出した。あ、もうダメ、今のみんなの、私が今みんなを見てる 目は、あの、なんか何時何分何十秒、地球が何分か回っていいって言ってる小学生を見る目で見てるから、私今コメント欄を。それを見る女子の目で見てるから。無音で星投げてるけど何の星してるんだろう、分かんないよね、分かんないよ。普通の人は分かんないけど大丈夫。そういう目で見られるとちょっと嬉しい。ああ、もう救いようがない人だ。俺ジャンプして地球にいなかった。それは毎年やってる、私も。平成から令和になる瞬間もやった。瞬間とかないよね、でもあれに。あれはなんかやりたくなっちゃうんだよね。家族でやりたいよな、ああいうの。ああいうのを全力でできる家族築きたいな。猫も含めて、猫ジャンプ。でも猫ってよくジャンプしてるからさ、地球に
いない時間長いよね、多分人間より浮いてる時間長い。電話になってジャンプしちゃったの、ただの飛んだ人じゃん。何の意味もないね。こんにちは。ほほほほほ。猫の地球にいない時間を研究する思い出したい。え、わかる、出したい。じゃあ鳥はいつも地球にいないね。まあいないね、基本。渡り鳥とかほぼ地球にいない計算になっちゃう。子供の頃ヘリで24時間浮いてたら世界一周できると思ってた。え、確かに。ずっとさヘリでさ、まあ、地球ここにあるとしてピョンって飛び立ってここにヘリがあるとするじゃん。で24時間経ったらさ地球が回るからさ、自分がここでステイしてる限りさ、なんか下の景色が日本からだんだん何アメリカとかになってさ、なんかフランスとかになってこうぐるーって回る。あ、確かにできるくね。無理なんかな。ずっと自分の位置は絶対動かさずにやっとったら、それか地球の自転と同じ速度で反対方向にずっと進み続けるとかね。もう地球の自転ってクソほど速い気がする。カーン、アホみたいなスピードで行かないとダメなんかね。空気抵抗がなければ、あじゃあ無理なんか。え、結構今本気でいけるんじゃねって思っちゃった。無理なんかな。大気も回転してる、そういうもの。自転速度はかなり速いよ。そうやんね。え、無理なんかな。無理か。時速1700キロはえぐいな。回転と反対に揃わないと無理。だからまあリアルはだといろんな環境要因とかが相まって無理だけど、その パソコン上ではいけたりするのかな。あ、走ってる電車の中でジャンプしたらっていう話、確かに。車両の一番前でジャンプしてちょっと浮いてて、もう車両の真ん中とかに行ってないもんね。あー、確かにそういうことか。え、なんでだろう、不思議。え、不思議、なんで電車でジャンプしてもずれないの自分の位置。え、意味わかんなくなってきた。え、怖い。こんな議論一生に一回は自分の中でするよね。でも、え、意味わかんない。感性の法則。うわ、なんか物理の授業で聞いたことあるかもしれない。感性の法則知らん。めっちゃ不思議なんだけど。だってさ、言うたらあのトムとジェリーのさ、トムがさパーンってされてさ、首だけここに残って体だけドドドドって落ちていってされたんじゃん。あの感じだってないとおかしくない？ジャンプしたらそこに残って体だけで、他のものだけシュンって進むからトムとジェリー状態にならないっておかしいじゃん。え、感性の法則とかってあるんだ、すごいんだけど。電車の外から見たら斜め前にジャンプしてる。あ、そうなの。え、じゃあさ、後ろにジャンプしたら後ろに行く。もうそれはそうか、それは行くか。え、難しい。あん、わかんない。漫画アニメだから。え、
え、だから1700円も見てるのかきついな。だから昼でこれだから夜とかもうちょい多い時も絶対あるよね。私夜とかあんな多い、そんな千何人を見てる中であんななんか食材を無駄にしてるって叩かれそうな料理とか作ったり、うどんやってくるねとか言って消えたりしてたの恥ずかしいんだけど、ショールーム舐めてました。そんなに見られてないと思ってた。自分のなんか見えてない場所だから、コメントしてない人とかでも応援してくれてる人はいるし、その星投げとかしなくても毎日見てるよって人はいるって知ってたけど、まさかこんなにとは。まあ8割は今たまたま見てる人だと思うんだけど、でもそういう人もさ、ふだかりのルームのボタンを押してくれたわけじゃんって考えたらおもろい2位は436位だからダントツ1位。え、恥ずかしい。面白い。確かに東京ドームシティホールでもやしナブル作ってるって感じ。おもろ、ちょっと予想をはるかに超えてましたわ。路線バス運転してブレーキ踏むと一番後ろから前まで人が飛んできます。あ、それ慣性の法則なの？カリンゴ。ルームフォローしてありがとう。すごいよショールームって。やば、自分が思ってるより規模がでかかったフ今初めて見てる人ほん、あのもうちょっと可愛いで、あのちょっとアイドルメイクもしたいです。重力シンパシーって実は歌詞に重力出てこん、出てきてるでしょ。君に重力シンパシー何も話せなくても僕らは何とか一つになる。あかりちゃん何時に起きたの？10時ぐらい。よし、というわけでそろそろ終わります。皆さんか、あのあれ気をつけてくださいね。パネルが、パネルの申し込み、キャラアニでの、キャラアニでのパネルの申し込み、遠心力とか慣性の法則、確かにそういうことか。キャラアニで申し込める、あのパネル今日の13時までだそうです。なので忘れてた人はぜひ、あとあギルバト行く人は行ってらっしゃい。仕事昼、まあ今から休憩の人がいるかな、昼からも仕事頑張ってください。あと、あと今日夜の9時半からあれがあります。 STR の公式ショールーム配信のところで、あ、アバターもらえるのかな、そこで投げてももらえないか、さすがに。 STR の公式ショールームでお話何お知らせがあるので、それに出演するので、あ、でもこの学校で行くと思います。ぜひよろしくお願いします。見てください。で帰ってきたらまたショールームするんで、あの今アバターをもらい損ねた人は、まあ、夜フォローしといて、夜ショールーム多分10時過ぎぐらいから多分やるので、10時半ぐらいかな、帰ってきたら。どうなんだろう、わかんないけど、その配信、お知らせ配信が何時間あるかわかんないけど、夜配信するのでよかったら見に来てください。ということでランキングを読ませていただこうと思います。いいお知らせですか？めっちゃいいお知らせだよ、期待しててください。朗報です。てっちゃんありがとう、フラペチーノありがとう、癒し劇寝起きの福ちゃんかわいよ、みんなと喋ってだいぶね顔が起きてきた、ありがとうね。そう、人と喋るといいね、元気が出る。魔界の門番ありがとう、マスミャンありがとう、ヌルありがとう、青にやし夜の発表待ってます。では
ではお仕事でいってらっしゃい、行ってきます。ぐんぐんぐんし、ありがとう。とよよ、ありがとう。さきちゃん仕事中、ありがとう。あつ、ありがとう。上田、ありがとう。1位はヒロというわけで、ほぼほぼゲリラみたいな感じでしたが、見に来てくれてどうもありがとうございました。じゃあ行ってきます。皆さんも行ってらっしゃい。私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。鬼は外、福田は瀬戸内、サウナの飯はどんで決まり。香川県出身なくちゃんこと福田会でした。じゃあこの後ちょっとバスとか乗った時にジャンプして完成の法則あるか確かめてこようと思います。バイバーイ、疲れんかん、また夜ね。